ちは。オースデスクラーニングパートナースペシャルサポーターのイジです。今回の動画ではフュージョンの360学生デザインコンテスト4月の結果発表です。今回のテーマはお花見。皆さんが思い浮かぶね、お花見のアイテムだったり、お花見といえばみたいなものを作ってもらいました。この作品を紹介していきたいと思います。それでは皆さんの作品を一部なんですけどちょっとお見せします。今回は団子に関する作品がとても多かったと思います。団子の色すごく綺麗にできてますね。このね、花札もお団子と花札の組み合わせによってちょっと春らしい感じが出てるんじゃないでしょうか。この電車がね、桜の中に包まれてるって表現も面白いと思いました。このね、お花見のお弁当、昔はね、お花見集まってできたんですけど、その頃が懐かしいなと思える作品になってます。このね、鳥もすごく造形が綺麗ですね。ウグイスかな、春だからすごく綺麗な作品だと思います。皆さんありがとうございます。続いてツイッターでもたくさん皆さんに投稿していただきました。今回はですね、ハッシュタグキャドラボ花見、皆さんも検索してもらえるといろんな作品を見ることができます。一部ちょっと見てみましょう。あ、いいですね。水面に散る桜、水の表現がすごく綺麗でいい感じです。これ私びっくりしました。17万の桜、理論上桜の花17万個が写ってるモデルになりますだそうです。いや、レンダリングがね、やっぱりなかなかうまく重すぎていかなかったようで、すごいですね、17万使ってるっていうのは。この犬も可愛いですね。はい、皆さんツイッターでの投稿もありがとうございます。今開催中のこんなガチャガチャ欲しかったっていうガチャガチャの中身を皆さんにモデリングしてもらうコンテストも開催してるんですけど、こちらもですね、ハッシュタグキャドラボガチャで調べていただけると皆さんの作品が見れると思います。投稿もぜひよろしくお願いします。それでは早速ですね、入賞者の発表に行きたいんですけど、ちょっとその前に、入賞は逃しちゃったんですけど、すごく上手にできてて優秀な作品をちょっと紹介したいと思います。それではまず日畑さん、17万の桜、先ほどのやつですね。17万個の桜が集まっていて部品数が多いということでね、大変迫力のある作品になっております。ともさん、桜と富士山、これもね、なかなか斬新な使い方で、扉のね、障子の奥に富士山と桜が見えているという、あえてのフラットな表現、紙芝居のような表現で、すごく奥行き感が感じられて良かったです。ぬいぐるみと桜を見る会、これもすごく可愛らしいですよね。ななこさん、ありがとうございます。特に犬の造形がめちゃめちゃ綺麗に作られていて、本当に可愛らしい作品だと思います。桜との相性もすごくいいですね。トールサイズさん、金魚も花見がしたいということで、なかなかね、これはモチーフが金魚ということで珍しいモチーフを使ってくれました。結構綺麗にモデリングをしていて、この金魚の水槽の中の、これは何だろう、石なのかな、このボコボコ具合も作ってくれました。桜の花びらがね、舞ってるところがまた情緒があっていいと思います。 AT 限定さん、春に響くは獅子おどし、いろんな角度からの、レンダリングを送ってくださって、すごく細かいパーツも綺麗にできててびっくりしました。特にね、獅子おどしのところが、色味とかも含めてすごく情緒があって、マテリアルの入れ方とかもうまいなというふうに思いました。RN さん、今年は一人で、そうですよね、なかなかお花見みんなで集まってできないので、オンラインだったりとか一人でお花を楽しんだりってことが増えてきたと思います。このね、背景もすごく和室で趣があってすごいなと思いました。桜のね、また枝のくねり方がリアルの桜に似ていてすごいなと思いました。ありがとうございます。それではいよいよ、入賞作品の発表です。お花見で入賞した4名の方を発表していきます。3名が優秀作品、そして1名が最優秀賞となります。優秀賞の方にはオリジナル T シャツをプレゼント、最優秀賞の方には T シャツと、そして Amazon ギフトカード1万円分をプレゼントしています。来月のコンテストも同様の内容なので、皆さんぜひぜひ応募してみてください。それでは優秀賞の発表から参ります。優秀賞、大阪ハイテクの増太郎さん、
コロナ禍の VR お花見です。おめでとうございます。非常にね、今お花見が集まってできない中、 VR という手段を使ってね、みんなでお花見することもあるんじゃないでしょうか。それをね、うまく再現してくれた、お花見の作品になります。なかなかモチーフとして斬新だったのと、人とかもすごく精巧にモデリングしてくれてて、すごくいい作品でした。一目見ただけで状況が伝わってくるような作品だったので選ばせていただきました。コメントもいただいています。今年はコロナの影響でリアルでお花見に行けなかった4人のおじさんたち、おじさんなんだ、どうにかお花見をしようと試み VR でやることになったようです。来年は集まれるといいですね、とのことです。本当に来年は集まれるといいですね。 VR でお花見してみるのも一つの手段じゃないでしょうか。本当におめでとうございます。続いての優秀作品、桜と筒、白瀬さんです。おめでとうございます。これは万華鏡ですね。中を覗くと写真にあるようなこの綺麗なピンクの世界が広がっているという作品になります。コメントいただいてます。今年もコロナ感染拡大防止のためお花見に行くことができませんでした。そこで家の中でも満開の桜を堪能したい、来年こそはお花見に行きたい、そんな思いを込めて今回は満開の桜花開く万華鏡を作りました。ポイントは奥に行くほど鏡の幅を狭くしたことで生まれた丸い形の満開の花です。また筒には桜の、組子細工をあしらっており、覗かなくても桜を感じられるようになっています。万華鏡は少しでも形や色、明るさを変えること全く違った景色を見させてくれるので作っていて楽しかったです、とのことです。あ、なるほど、奥行きをこう奥に行くに従って鏡の角度を多分変えることによって丸い形の万華鏡にしたみたいです。中も綺麗ですし、とても万華鏡にするというアイデアも斬新で選ばせてもらいました。外のね、組子細工もすごく綺麗で、ただの筒じゃなくて外にも工夫してくれたっていうところがとても素敵な作品だなと思いました。白瀬さん、本当にありがとうございます。続いての優秀作品、思い出ちゅうねさんです。はい、こちらはカメラと、あとカメラで撮ったお花見の写真ですかね。すごくレンダリング1枚でもメッセージが伝わってきて、その裏にあるなんか物語とかそういうのが思い浮かぶ作品になっていると思います。コメントもいただいております。今年は他の人と桜を見るという機会もなく、また散るタイミングも例年より早かったため、春が来たという実感がないまま5月を迎えようとしています。そういえば今までの春はどんなことをしてきたのだろうとふと振り返ると、入学式や卒業式、両親と桜を見に公園に行ったりと様々な記憶が蘇ります。今回は思い出とそれを記録してきたカメラをモデリングしてみました、とのことです。いや、本当にね、今までの春はいろんなイベントが盛りだくさんで、カメラにもいろんなことが収められたと思うんですけど、今はね、すべてオンラインになっちゃったりとか、なかなか会えなくて、カメラの出番も少なくなってきたように思います。そんなね、昔を思い出させてくれるような作品でした。カメラのモデリングもすごく細かく作られていて、本当にすごい作品でした。またね、カメラだけじゃなくて写真も添えてくれているので、なんかノスタルジックな感じがして、とても雰囲気がいい作品です。ちゅうねさん、ありがとうございます。それでは最優秀賞の発表です。最優秀賞は、身近なお花見、けいちゃんさんです。おめでとうございます。コメントいただいてます。家で行うお花見をイメージして作成しました。お花見といえばのイメージに当てはまるように、お団子や桜の木を外に配置するなどの工夫をしました、とのことです。この作品は素晴らしいところは、前の桜に焦点をきっちりと当てながらも、後ろのモデリングもきちんとされていて、桜がメインでお団子とか、あと後ろの大きな桜の木とか、あと和室にいるような障子だとか、そういう想像力をかきたててくれるような作品でした。
あのレンダリング機能のね、焦点ですね、焦点をしっかり調節していて、まるでね、一眼レフのカメラで撮ったような作品になっています。桜の木の方にしっかり焦点が当たってるところも、レンダリングのね、技術のがすごく高いところが伺えて、最優秀賞作品に選ばせていただきました。ケイちゃんさん、おめでとうございます。1万円分の Amazon ギフト券と T シャツをプレゼントします。はい、皆さん本当に素晴らしい作品ありがとうございます。今開催中のハッシュタグキャドラボガチャ、こんなガチャガチャ欲しかったも絶賛開催中ですので、ぜひ今月も応募よろしくお願いします。そして今回は応募すると絶対にもらえる年間応募賞も用意しているので、概要欄からぜひチェックしてみてください。それではご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルでは毎週水曜日、3D CAD、3D プリント技術を使った情報を発信しています。チャンネル登録と、そしてグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた来週。バイバイ。